こんばんは。皆さんこんばんは。こんばんはです。皆さん素敵な温度だけ触れさせてこの肌で雲は夏を帯びて私は目を閉じて綺麗な時間だけ皆さんこんばんはです。今日何曜日？今日何曜日？今日って何曜日？明日木曜日？ゴミ出しとこう。大変なんだからゴミ。花はって言ったらもう花に来た。あれんあてるまて。昨日アロンが夢だ。ありがとうございます。花粉かな。花粉かな。久しぶりに見た。ありがとうございます。ありがとう。花粉症になってないかい。花粉症は花粉症は戻ってきたんかな。キャッツアイ見に行った。めちゃくちゃ良かったよね。のりかさんの舞台見に行かさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ良かった、うん、のりかさんとゴリカエメさんと高島玲子さんがキャッツアイの、 兄弟するんですけど、めちゃくちゃ良かったっすね。超良かった。めちゃくちゃ笑いました。あ、よしよし、ありがとうございます。ありがとうございます。好き好き好き、あっとくん、あっとくん舞台ね。この帽子をね、ありがとうございます。寝てないよ。おー、さっちゃん、さつきさん、ありがとうございます。サンゴ礁、ありがとうございます。アロンの俳優になる。いや、俳優さんもね、チャレンジしたいなと思うんですけど、まずはやっぱり音楽で、極めないとね、売れないと意味ないので、音楽頑張ります。
明治座150周年で、うん、あ、痛い、甘いアロンのペース、ありがとうございます。ハートありがとうございます。室内で帽子かぶってたらハゲるらしいですが、いやいや、どこでもそうや、外でも中でも変わらんやろ。脱いだらもうすんごいから、今こんなすんごくない、これよ、もう見せれたもんじゃないよ。お、タラタラありがとう、タラタラありがとう。もう悲惨な髪の毛。お、ミヤちゃん、ミヤちゃん、クマちゃんありがとうございます。謎のクマちゃん、あら、なんか星のかけら、みつよちゃんありがとうございます。グーって言った。おちゃるありがとうございます。先輩裏デビュー、裏デビューしたんすか、マジか。僕も行ってみたいな。浦和レッズの本拠地ですよね。としえさんありがとうございます。としえさんありがとうございます。浦和レッズの試合見に行ってみて、もうサッカー見に行ったことないんで。ココさんありがとうございます。拍手。ありがとうございます。本当。いやもう本当。嬉しいです。嬉しいけど、本当みんな投げれる範囲でください。本当にね、朝のサンドイッチ買えますか？皆さんそのギフトで。朝ごはんのサンドイッチ、サンドイッチ我慢してくれる人はくださいうん、結局アロンが一番かっこいい、やめてください、やめてください。かっこいい路線じゃないかね、かっこいい路線なのかな、かっこいい路線、かっこよくないからね、これ。サンドイッチ我慢する。おむっちゃんありがとうございます。アロンためなんでも。3月16日来てください。3月16日大阪、あ、いや東京、竹芝で、ライブがございます。関東初の1時間ライブということで、メジャーデビュー後初の関東のライブということで、めちゃくちゃ楽しみなので、ぜひ皆さん来てくれたら嬉しいなと思います。嬉しいです。ちょっと待って、当たってないのにホテル取ってる人多いめっちゃ嬉しい。てか当たると思うっす、みんな。私もチケット取ったし、ありがとうございます。最高よ、かますよ、外れないと思いますけどね。
でもオートメッセから 2.5 キロ痩せてる。周りを見渡せばいつもの for me。 強行ダイエット、痩せすぎないアーロン。いや痩せますから僕は、うん、難しいよ。夢を乗せて東京岐阜から車で行こうかな。お、ぜひ来てください。東京から岐阜ってどっくぐらいかかるんですか。竹芝はね多分400人ぐらい入るんじゃない、500人ぐらい入るんじゃないかな。そうだからなかなかみんな抽選当たると思います。82歳のおばあさんがなんで来てほしい。アーロンのガラガラなライブは嫌でしょ。この3分間のビデオで82歳のおばあさんが来てください。喋り出した最大の理由についてお話します。なので注意して見てください。はじめまして、サチンチョードリと申します。私はパナソニック、NEC、三菱電機はじめ大手企業62社で英語を教えてきて、テレビにも何度も出演させていただきました。アクセンチュアなど外資系の企業でも英語を教えてきて、日本だけでなく、いやー瀬戸利ね、ちょっと。ドイツなど世界中様。迷ってて。皆さん何聞きたいですか。アヒル振りたいなら皆さん持ってきてください。セトリ入れときますブリンブリンバンバンボン、何それ。こんばんは、可能性な注文って言って、うん、皆さんが、はい、そうですね、国章連合がないです、すみません。さあ無理、夢を乗せてな。人気者、そうやな。何ペンもライブやってんの。あ、マジか。チッパチャプス、チッパチャプス。ジャスミンの香りと流れるあのリズムに乗ってこのベース歌えば頭の中に浮かぶストーリー。待ち合わせのカフェ、カフェに募るいつもイントレストレスフレイちょっと忘れる、自分で書いた曲でも見せる。味わう
からの挫折スーパーマンですら掴めない Where I want to worry Yeahなんでアヒルとチュッパチャップス。どうしようかな。アンラッキーな。みんなアーロンの曲詳しい。いや聞いて聞いて。ファンマークつけてくれてるやから聞いて。アメリカに。あら疲れてる。いや疲れてるでしょ。仕事がいい。見慣れていたあの北九の街、変わっていった景色や人たち、変わらないのは家族友達、大事にしろよ自分の生い立ち。常識なんて偏見のコレクション、考え変えた現実のフィクション、映画化しよう行くぜアクション、知恵と意志あればあとは楽勝。泣いてるか偉大なる親父、俺もお酒飲める年になった、タバコの匂いもとっくに慣れた、成長したろ。こないだ行ったマッサージ屋さん、あれあかん、あれほんまにあかんわ。あれはあけまへん、マジで、あれマジであけまへん。3日間ぐらい俺だって揉みほぐしちゃったの。あーちゃうわ、揉み返しね。そう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 、タイ式マッサージ、台湾じゃタイ式マッサージ、油淋鶏。アーロン君お久しぶりです。誰やん油淋鶏、油淋鶏さん、のんぴんもライブしてるよ。ほらアーロン考えてくるセトリ、楽しみにしてる、楽しみにしておいて。かますか、かましから、クロステクノロジー、働いて笑おうパーソル。 CO2 って減らせないの？瞑想。交通事故死亡者ってなくせないの？瞑想。もっと自由に移動したい。瞑想。キャスティングザコア。ところでどなた？瞑想で。今日観覧数めちゃくちゃ少ない。いきなり始めたからか。今度会ったらマッサージしようか。いやけまへん。力強いやろパパ。
なんで漫才するんですか。トレンディエンジェルさんとね対話します。対話対話っていうんですか、対話させていただきます。対話セッショントーク、トーク。ひまわりがさん、ありがとうございます。楽しみしてマックス。ニートパーカー、はい、来月のライブ行ったら絶対楽しませてくれるよね。 OK こんばんは。斉藤さんいじられ、いやトークね苦手やから、はい、あれ即興漫才するんですか。襟足セーラームーンぐらいまで行こうか。この例えが昭和やな。あ、星ありがとうございます。平野翔くんかぶってた帽子と、楽しみ。割とトーク終わり、やめとけ。さやさんですに負けない片岡さんです。いえいえ片岡さんです、長いよ。誰ってなるから、誰って片岡さん。風学のツーマン行きますか。行けたら行きます。行くと思います。てか行きます。やっとるわ、アーロ、アーロ。いきなりタイガー。ライブ中に寝坊ないようにね。いえ、ライブ中でないように寝るか。いや、おもろないって、僕。オートメッセのリハめちゃくちゃ盛り上がる。リハ？聞こえてたってこと？聞こえるか、あれは。落ちないけど、ミョージくん歌ってたよ。ミョージくん歌ってた。そうそう、聞こえたが何歌うか若干わかりました。いやあかんやん、あきまへんやん。それそれあきまへんやん。それ今日有志は知らん、ユウシと一緒にずっとおるわけじゃねえ。カジガさん、カジガさんか。聞こえたから2倍で始めてよかったです。オートメッセの時に日本くんも歌ってたよね。歌いたがりなんだね。みんな、みんな。なんと服のこと結構言ってくれるね。ありがとうございます。うし。ギターの少年、学校でワンマンライブ、すごいね。
アルクはじめまして。夏木さんはじめまして。アロンと申します。よろしくお願いします。なんか顔が痩せましたね。わかる？わかる？はい。アーロン犬顔だよね。マジっすか？まあ、猫顔ではないよね。犬顔でもないよね。オンラインの世界でいかに店舗に近いような本当にワクワクする体験を。レッサーパンダ顔。感動原動力として、うん、レッパ。レッパ顔。作れるショッピング大好きです。高揚感。みんなに味わってもらいたい。痩せると言ったら痩せるのよ。誰がたぬき顔じゃ。誰がたぬき顔じゃ。おい。たぬき顔でね。垂れ目顔って。久しぶりです、アロン君。久しぶりでございます。ポメラニアンに似てる。ポメラニアンに似てるね。ポメラニアンに似てる。初めて言われた。あーでも言われたこと、体の道場の先生に言われたことある。お前はドーベルマンにならなあかんねん。お前はなポメラニアンみたいな目しとんねん。いや目はしゃあないやろ。目は生まれつきやから。垂れ目は。いや、おがんおとんに言ってくれ。目は知らない。ありましたけどね。遺伝子も遺伝子の問題ですよ。お前の目はポメラニアンみたいな目してる。ドーベルメンにならん。ドーベルメン。ドーベルメン。ドーベルマンみたいな。今日使ろう部屋、あれ使ろう、お湯。君ばかり何の日も一瞬で消え去ってしまったあの日を思い出し、パッと見一重ゴリッゴリの二重。今日美女いいね。いやー毎回違うんかい。今日赤いみたいな。でも確かにあるあります。痩せたから嬉しいですね。もっと痩せます。むくみがち。うん、お兄ちゃん太った。痩せたやん。俺痩せたやん。妹よ、お前痩せたやん。私の友達子供さん全国大会優勝。すごいね。おめでとうございます。おかんがアロンのファンです。だからあなたは。大きい方がいいってね。お兄ちゃん太った。いや痩せて。もう妹、妹二人配信くんな。うん、頼むわマジで。仲いいですけどね、兄弟みんなね。兄ちゃん目垂れた。いや元からや。あんたのお父さんとお母さんに言え。
スジメの人と俺結婚せな子供泣くなんで目がこうこんなんこんなく生まれてくる。パパパパあげまへんあげまへん。これはちょっと釣り目の人とこう結婚してこうちょうど合わせなか。つぶらな小春が生まれてます。僕ね、あの小春っていう名前にしたいんですよ。釣り目の目、釣りのこれは分かんない、釣り目の人のイメージなんですけど、釣り目の方って気強いイメージなんです。僕怖い人もいるんです。怖い人、全国の釣り目のいます皆さん。怖いでしょ釣り目の偏見。いや指短い。手ちっちゃ。冷たい感じですね。つぶり目と垂れ目ちょうどいい小春ちゃん美人。いや小春はやっぱ美人にしたいっていう意味、もう小春って決めてるんですけど、うん、お兄ちゃん前世カッパ。いやだからさ、その家族ネタええのよ。僕ねすっごい水かきすごいのよ。ほら俺前世カッパや思ってる。あんま泳がれへんし水嫌いやしな。すごいね、うん、釣り目の旦那に甘い。そうでございますよ。カッパね、50年後で目あるかなってぐらい垂れてるよね。絶対こうなるから。大阪調子だわ。大丈夫、ライブ来てくれる。君との未来50年後いいけど、みんな生きてます。ハゲ家系ですか？ハゲ家系ではないのよ。うちハゲ家系ではないのよ。そう。いやいや変えたら価値変え。お兄ちゃん本当に大好き。いえ妹から言われると照れるな。やめて、お小遣いあげれないよ。お金ないし。お兄ちゃん本当にかっこいい。いえお金ないよ俺。ごめんけど分かってんねん、おめえらの魂胆。うん分かってんねん、ないよ。ごめんけど怪しい、おかしい。ああ、お小遣いの時ね、みたいな。そう。そういうことですよ。お兄ちゃん、お小遣い欲しいです。もう言うてるやん、もう。うん、気持ちいいよ、そっちの方が。すっきりする。おじゃあ、お小遣いちょうだいじゃないの。ないのよ。ないから、ボンビーやから。めっちゃかっこいいね、かっこいいね。
お兄ちゃんと兄弟でよかった。いや嬉しいですよ。いやお兄ちゃんピンポン押してくんな。お兄ちゃん本当に歩くの早い。いや褒めてないな。早いね俺歩くの。普段めちゃくちゃ早いね。友達おらんやん。一人で俺行くこと多いやん。めっちゃ早い。アローンやから結構。アローン生活の人って結構歩くの早いと思う。じゃあほんとすねつるつる。うわ脱毛しとるからな。言わんでええねん。全身脱毛しとんねんけど、ちょっと最近サボってて生えてきてるわ。路上ライブの移動も嫌だからね。歩くの早いんですよ。せっかちなんでしょうね。信号とかもいい、全力で走る。待ちたくないから。待ちたくないんですよ。そう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 。彼女が遅かったら合わせる。いいよ。え、何してんのってこのスピードに合わせないと付き合えないよ。いやモテない男の本当に代名詞ですよ。代名詞ですよ、うん、本当に。いや、なんで僕があなたに合わせないといけないんですか。あなたが僕のスピードに合わせてください。最低やん。配信で言っていいことちゃうで。いや本当最低。いや嘘ですよ。合わせますよ。うん、いや荷物とか持つし、そう助け合いますけど、歩くスピードをなんかこう遅くしてって言われるのはちょっと、うん、そうそうそう。歩幅を合わせる。歩幅合わせてるからこの回転数はちょっと合わせてっていうならちょうどいいやろ。歩幅は違うから、身長ちゃうから、歩幅合わせるから、モテへん男やな、これ。私のパーレン、あたるまって。パーレン、あたるまって。喧嘩して亀になる、亀？何それ。めんどくさい。旦那が歩くの見て 50m ぐらい。 50m やばい。お兄ちゃん本当に逆上がりうまい。ありがとう。ありがとうございます。逆上がりね、昔できなかったんですけどできるようになりました。妹さんたちもうちょい、よーやめとけ。私のガーレン待ってる待って。考えたかった面白い。いやいやいや、それは僕に合わせてもらわないと無理ですから。ごめんなさい、それはちょっとだってその一生パートナーになるわけでしょ。やっぱ10人に1人、いや100人に1人僕に会う人がいたらいいんです。そう、100人中99人に刺さらなくていいんですよ。僕は1人に、その1人に出会えればいい。うん、みんなが何と言おうとそれをいいって言ってくれる人と出会えたい。プライベートはね、最低
女が、いやでも彼女で彼女になるってことはさ、僕からしたら結婚を前提で付き合いますってこと。そんな終わりを考えて付き合うなんて無理だから。この人とはまあ彼女で終わろうかなみたいなのないでしょ。付き合う人は絶対絶対そうじゃん。大学にそれはできない。あの九州男子もね、そうなんだ。相手に合わせて、いや合わせるとか合わせる、合わせるとか合わせるけど、お兄ちゃんお願いスキップして。どういうこと？お兄ちゃんお願いスキップして、それちょっと分かんないですね。僕の妹ね、あの長女は太りすぎて今下半身履正社ぐらい、履正社の5番バッターぐらいごっついんでね、うん、言っときますと。ホームページの求人情報、進捗は？求人サイトは？営業の募集は？パパも早いですけど私も走ってます。あ、そういう家庭がいい。そうそうそう、めちゃくちゃ速くないよ。アイテムのジョブギア最速、あのスキップできるよ。大阪ーってスキップしてたやん。できるよ。Yeah, everything's gonna be alright. 俺リモコン取れとか絶対言わん。俺なんかそういう気は、あざっす、そういう系は絶対せえへん。うん、そんなそんな亭主関白ではないよ。あ、これしろとか絶対せえへん、うん、絶対せえへん。お兄ちゃんが今スキップしてくれたのよ。ちょっとね、あの面白くないって、履正社の5番バッター。ちょっと俺の妹としてちょっとそれは良くないぞ。うん、面白くないもん、スキップしてって。ゆみさんありがとうございます。進む Go we go we go my way。 大阪スキップ、その場のノリ、いやその場のノリだろ。あー、これもなんか大阪っていくより勢い持って行った方がいいかなと思って。ショップバッターし、ショップバッターって何？トップバッター、あのしょっぱなとトップが混ぜてショップバッターだと思った。僕の方からスキップしてるみたいで、でショップバッターって見てよ。これいいよね。ショップバッター、今回のショップバッターは和田ちゃん、ありがとうございます。さきちゃんが服ちょうだいって、いえ、こいつマジ、こいつほんま僕の家に来て、なんかしら持って帰るからね。やめてよ、もう。あ、ほんまになんかちょっと腰痛いけど。
地図やりでの失敗インテックス、ステージからどの位置まで見えますか、後ろの方は。あーでもね、見えましたよ、結構、はい、結構見えましたよ、僕。アロンでチケットありがとうございます。はじめまして、アロンと申します。ライブの時間いつも5分くらいに感じてつらい、次10分に感じる。あ、なんか、ありがとう、ありがとう、ありがとう、くまちゃんありがとう。今すごい王子やったな、はん、なんか、ありがとうってありがとうございます、ありがとうございますじゃないかったな、王子やな、王子の部分取りたいな、王子の部分取りたいな、うん、おじさんやった、おじさん、おはようございます、お、ありがとうございます。これがもう爽やかな僕ですよね。おお、あの、溺れてたもん、なんか、あきまへん、鋭利な浜田でゴシゴシ、いや、なんかもう懐かしい、覚えてると気がするぞそれ、うん、大丈夫、大丈夫や、大丈夫や、うん、おお、フルーツポンチありがとうございます。いや、文字なってまうやん、このやつ。不意の文字。不意文字ええわ。それはもう、大丈夫っす。不意文字。不意文字いらん。不意文字。30歳がどんどん近づくよね。おー、やめろって。四捨五入でもうね、僕今年26なんで、四捨五入したら、え50歳やば、不意用事出るときあるからな、たまに。大阪天使場の予定ないかな、何が50歳、おめでとうございます。いつもに何の惑星目指してデコ、Oh yeah、 シャゴにして 30? こう見てるやろ今、こうやって見てるやろ、こうやって見て、こうやって見て、50やろ、お前50じゃないね。おかしいよね、おかしいよね。プレゼンに向かう試写誤入されたら私たち100年51に行ったタイミングで100になる。ここが一番暖かいの。暖かな空気は上に溜まりがち、循環させて暖房効率アップ。ぬくぬくお得に消費。いやね、みんなね、やっぱ決められた数字の上で生きてるからさ、面白くないのよ、うん、あなたは1歳だ、2歳だ、3歳だ、4歳だって言われてる、生きてる数を数字で言われてる。僕はね、それはどうかと思います、うん、18歳だからまだまだだね、50歳だから偉いね、 No 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 No。 例えば僕、日本人でもいいですよ、僕が今まで、僕25歳なんですけど、僕がこの歩んできた25年間と彼が歩んできた今24歳なんですけど、25の大体一緒ぐらい、
24年間って絶対に違うんですよね。絶対みんな違うじゃないですか。1年の濃さ、付き合ってる人、友達、今の現状、通ってきた修羅場であったり、苦労であったり、努力であったり、いろ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 やっぱりその人によって違うのよ。だから年では測らないものなんですよね。だからこの日本人とか人の割とか何歳、何歳で聞いて何歳で判断する、それね非常に怖いんですよ。うん、非常に怖いんですよ。なんか長いの来たな。アロン君、親、学校の先生、塾の先生、真面目にちゃんとやれって今日言われました。真面目にちゃんとやれって何ですか？もう分かんないです、しんどい。真面目にちゃんとやれ、真面目にちゃんとやれか。まあなんか真面目に、真面目って言われる、真面目にしてなかったんですか？真面目にし、なんかね、やっぱり例えばゆめさん、ゆめちゃん、ゆめちゃんは何歳かな？のんぴーのファンやから若いかな？塾行ってるってこと若いか？やっぱりさ、塾に行かせていただいてるっていう感覚じゃないとやめた方がいい。絶対みんなの、その感覚じゃ絶対みんなの。俺もそうやったから。うん、別に勉強しなくていいんですよ。でもそんなしない、したくないのに塾行くってお金と時間の無駄なの。それやったらもう遊んでた方が僕はいいんじゃないかな。でも勉強は絶対にした方がいいし、勉強して損は絶対ないと僕は思う。僕は勉強してこなかったから、本当にまた生まれ変わったら絶対勉強したい。今から俺が国語理科社会するってもったいない、そんな時間はないし、音楽ね、仕事にして音楽作っていい曲を作ってみんなに届けるのが仕事やからね。うん、でもね、勉強をだって中学まではさ、義務教育って言って勉強をするのが仕事だから、うん、そうだから義務教育っていうのがあって、でもね、勉強しとったらね、いろんな幅が広がるのよ。うん、いろんな幅が広がるよ、ゆめちゃん。マジで、これ多分ね、頭痛いかんと思うけどね、俺もね、めっちゃ言われてたのよ。勉強しときなさい、しときなさい、ね、勉強なんてせんでもなんとかなるわ。アーロンみたいになるよ。もうな、僕が今からそのせ、あの何、お医者さんになろう、無理です。弁護士になろう、無理です。どんだけ勉強せないか、無理ではないか、可能性するじゃないけど、やったらできるかもしれんけど、無理なことないけど、また学校行ってとかせなあかんのですよ。だからね、今の義務教育のこの時間ってめちゃくちゃ意外と大事な時間かも、うん、社会に出たら自由やから好きなことできます。俺は結構空手をめちゃくちゃ頑張ってきたっていう自負があるし、でも勉強しなかったからそこは後悔やなと思う。空手で学んだことすごく多いし、空手にすごい、俺はすごいありがとうございますって感謝してるんやけども、でも結果的に社会に出た時に、片岡くんは空手してたんだね、中学の時に全国一番になったんだ、すごいね、以上残ってるものって、そこに、そっから社会はそんなことどうでもいい、うん、能力なかったら意味ないしね、うん、そうそうそう
難しいよね普通に。人生って人生って不思議なものですねよ。不思議なものなんですよ。いい学校行っていい会社に行ったらすごいの。事件起こす人とか悪い人とか安心って。あーそれね、俺はねそうは思わないですね。あのいい会社に入るって俺は思わないけど、この日本でいい大学っていい会社って言われる人って選ばれた人たちしか無理なわけなんですよ。なんでかっていうと、例えば勉強頑張った、スポーツ推薦やったらスポーツを頑張った、だから何かを自分に勝って打ち勝ってその難問を通った人たちの集まる場所なんですよ。うん。だから確率の問題、そういう人たちはやっぱり、ちっちゃい頃から勉強をさせられた、スポーツをさせられたしてた、で結果を出した人たちが、まあこれは A ランク、ランクで言うのは A ランク B ランク F ランクとか大学なんかあるけど、でも A ランクのとこに環境に行くと、そうやって頑張ってきた環境を乗り越えてきた人たちと出会えるから、いい人で、そういう人が、日本を動かしていくようになるから、そういう人の環境で友達になって友達がそうっていう環境に行けるっていうだけで俺は素晴らしいことだと思う。そこに、やっぱり環境って絶対大事で、例えば僕って今地元に友達一人もいないんですよ。うん。それってなぜかって寂しかったよ最初は。でもやっぱり環境が変わっていくと付き合えなくなっていくんですよね。うん。別に誰も悪くない、俺が悪くないし、みんなが悪いわけじゃない、もう会わなくなっていく。それって生きる BPM が、人生の BPM が変わってくるんですよね。うん。そうだからこそいい会社に入りなさい、いい大学に行きなさいって、親に絶対言われたことあると思うんですけど、それっていうのは噛み砕くと、そういうところにはリスペクトできる人たちが多いよっていうことだと僕は思いますけどね。確率の問題、そういう難問を通ってきた人たちが集まってるからね。でも俺はそこじゃないとは思ってる根本。やっぱり勉強だけできてめっちゃここクズな人みたいなもんいるだろうし、うん、でもどこでもそうじゃない、うん、いい大学行こうがフランク大学行こうが、いい人はいい人やし、うん、あかんとこはあかんとこ、親が言いたいのはいい環境にいてほしい、そういうことですよ、うん、そういうことです。でそれを僕は、僕もね、お父さんお母さんにすごい感謝してるけど、いい大学行きなさい、いい大学行きなさい、いいとこ就職しなさいってめっちゃ言われてた人やから、うん、なんでなんっていう反、いやいや別にいいでしょって思ってた人なのよ。でもこう生きていく中で、あー親が言ってたことってこういうことやったなって学ぶからこそ、それを噛み砕いて言ってあげることが大事かもしれません。うん。例えば、いい大学行きなさい、なぜならっていうのを付属でちゃんと、刷り込ませてあげて納得させると、あ、行こうってなる、うん、ホームラン打て、ホームラン打てよ、明日の試合ホームラン打てよ、大学行けよ、一緒に、そのホームラン打て、いやいや、そんなバットの振り方知らんかったらホームラン打てないし、野球好きじゃないと打てないし、でもどう野球を好きにさせて、どう、ホームランの打ち方を教えて、
ていうとこと一緒だと俺は、うん、そうなのよね。変われない 自分が嫌です。変わりたいのに変われるチャンスは、いや変われなくていい、無理に変わろうと思わなくて僕はいいと思いますよ、うん、でも根本にゆめちゃん、ゆめちゃんやな、塾に行けてるありがたさ、普通のお金もかかるからさ、お金もやっぱり家族の方がさ払ってくれてるお金やし、そこに関してのリスペクトがあるならありがとうって言って、でもね絶対それってねこう生きていく中で分かってくる、分かってくるんですよそれが。今はでもさ全力で遊びまくってやるときは勉強やってたらいいんじゃないかなって俺は思うけど、本当ですよ、めちゃ語っちゃった、すいません。少しでも確かにそんな感じがあるなって思ってくれたら嬉しいどう思っていくして、そうですね、ゆめちゃん頑張ろうね、あの人生何回目、イエーイ。それで僕もねやっぱこう、全然質問王子なのよ、質問してください。なんかそうやって皆さんの心がねどこか楽になれたらいいなと思いますけどね。そうだから歌ってますから僕は、だからライブしてますから、学校に行けない、学校に行けない我が言うから、学校に行けない我、学校行けてないんですか、おじいろんで、息子と同じしはうまいな、いやいやいや、それ比べても比べるのよくないですけど、でも僕はありがたいことにいろんな大人の人に会って、いろんな友達に会って、いろんな場面にいろんなことを教えてくれた人に恵まれた人生なので、そこは誇りを持っております。アーロン君は、そうそう、ファンの皆さんもそうやし、俺ね喋るの苦手なのよ。この間京都外伝して喋らせてもらったけど何言ってるか分からへん、こういう配信やったら喋れんねんけど、人前でマイク握ったらなんか真面目なこと言われへんな思うた、あきまへんってこの間ね喋ったことは言ったことはね、逃げてもいいんですよって高校生に言ったのよ。高校生ね難しかったかなっていう、純粋な子たちに逃げていいんだよっていうのはどうかなと思ったけど、僕もその空手をしてきて挫折して大学も辞めて音楽に逃げて、逃げたって言い方よくないけど、逃げた結果的に嫌だったからこっちに逃げて、でそこでこうやっていろんな人に出会わさせてもらって、こういうステージに立たせてもらってるっていうので、やっぱり人には不向き向き不向きがあると思うんですよね。だってみんな国語体育理科社会なんてさ、みんな得意な科目違うやん、そう得意な科目違うからこそ、いや外大にして歌詞間違えたの、いやもうあれ恥ずかしかった、俺ユニーク間違ったからね、うん、で報道したからすいませんすいません言うて、うん、そう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 、まああったけどね、なんかこう逃げてもいいんですよって、やっぱ体育会系の人とかさ、でもこれを貫けみたいなところがあるから、うん、それは人の可能性を
潰すことにもなるし、自分の可能性を潰すことにもなると思いますから、うん、僕はでもその逃げた先、新しい選択を見つけたことでね、そこでどう頑張るかがめちゃくちゃ大事で、逃げるってことは、まあ、次の選択を模索した結果逃げたってことなのかな、うん、逃げるっていうことは別に悪いことじゃないんじゃないかなって思いますよね。僕は思いますよ。だから結果的に言ったら、まあ俺音楽する前にチャランポランしてる時に、学校も行かん時に母ちゃんからね電話かかって、泣きながら電話かかってきたよ、爆乳ママから。そう、爆乳ママから電話かかってきて、泣きながらね、情けないと、こんな姿見るために関西にやったんじゃないっつって、どんだけ親不孝もないやろなと思ってでも俺は逃げてさ、音楽っていう新しい輝ける場所を見つけたことでさ、メジャーデビューの時に決まった時、ドラマの主題が決まった時、お母さんに、お母さんやって母ちゃんに電話かけてさ、決まった言ったらさ、泣きながら喜んでくれて、そう、僕は逃げた、結果的に逃げたことで新しいステージ見つけて、母ちゃんの悲し涙を嬉し涙にね変えれたんですよ。そうでしょ。で、結果として逃げることは悪いことじゃないみたいなことを喋ったの。でも高校生に難しすぎたかなとは思うっていうか、高校生に向けての話の内容じゃなかったのかなと思うけどね、ちょっと難しかったかなと、ちょっと、一つか、めちゃくちゃ配信してるやん、ちょっと今日ちょっと、こういうためとりあえず今日はこの辺で終了させていただきたいと、ウーマックスつって、お、バラありがとう、のぽさよ、のぽさ、サオリンやから、のぽさお、すべてに意味がある、自分を、すべてに意味があるから自分を信じて進むだけ、辛くても悩んでも朝が来るし、落ちたら上がるしかないよ。歌詞書きましょう、僕より歌詞書けるめちゃくちゃいいやん、そう俺思うよ本当に、例えば人より歌がうまい、僕絵も好きなんですよね、絵描くの好き、この天から授かった能力は、それを使ってみんなを幸せにする使命があると思うんです僕は。だって僕は運が良かって、その神様からその能力をもらってるだけで、神様が借りてるものなんですよね、僕は天からのこの体っていうものは使命なんですよ。あなたは皆さんをこの歌とか表現力で、人間力で幸せにしなさいっていう使命なんで、まあ、結構すごい宗教チックになっちゃうんですよ。っていう気持ちで僕はこの活動を本当にしてる。いや、マジマジマジ。いやいや、嬉しい。本当に天職ですよ。ということで、サブスクに行きたいと思います。ありがとう。
笑っててくれよ。バイバイ。ちょっと待って、サブスク行ったんですけど、お湯ためてくるわ。